2頭追うものは1頭も得ずって考え方古いですか？どうなんだろう。2頭もやっぱ1個に集中することは大事だっていう教訓だと思ってて、そういう意味合いでは俺は正しいと思ってるけど、俺がね好きな考え方は1個のものを極めると全部手に入るっていう考え方が好きで、これねマイク・タイソンがすごい有名なトレーナーについた時の一言、スカウトされた時の一言なんだけど、なんだっけ有名なねペマギャルポじゃなくて、なんだっけな、ペマギャルコはチベットの仏教の人だ。ドンキングはね、ダメな人の方なんだけど、なんだっけな。マイク・タイソンが喧嘩ばっかりしてた時に、おいお前、つってボクシングやろうぜ、つったら、お前世界チャンピオンになれるよって言ったの。そしたらマイク・タイソンが、なんだっけな、俺が世界チャンピオンになったら、なんか好きな俳優さんに会うことができるのかって聞いたの。要は、俺が世界チャンピオンになったらそれくらいの友達できるのみたいな質問したのね。マイク・タイソンが好きだった俳優を言って、そしたらその時にそのプロモーターっていうかサポーターなんて言ったかっていうと、ジムの会長なんだけど、バカ野郎って、お前が世界チャンピオンになったらそいつが会いに来るんだよって、そいつがお前の試合を見に来てそいつが会いたいって言うんだよって言って、マイク・タイソンおーっつって、ならやるよ、世界チャンピオンになるよっつったんだけど、ずっと潜ってて会話に共感していたのです。あ、そうっすか。正直バタバタしてる時はあり、コメしづらかった。まあ、みんな忙しいですからね。やることがある人は忙しいっすよ。うん。嬉しいっすね、本当に。僕は本当に、なんか、配信をきっかけに、なんか日本を変えたいと思ってて、日本を良くしたいと思ってて、少しずつなんかいっぱい仲間集めて、なんか日本人好きなんで、日本人として、かっこいい生き方してこうぜって思ってますね。侍の国なんで、やっぱり。うん、俺は日本人は世界で一番優秀な人、ね、人種だと思ってるから、日本元気にしたいですね。日本ダメなところいっぱいあるけど、なんかみんなの暇つぶししかできないけど、暇つぶしの中で何かできるんじゃないかなっていう。弾き語りはねできない、まだ下手だから。でもね、本当はね、坂口恭平っていう人を見てギター始めたんだよ。坂口恭平ね、講演会とかトークライブやってる人なんだけど、作家なんだけど、必ずなぜかトークライブにフォークギター持ってきて、くっそ下手だったの。本当にね、聞けたもんじゃないくらいギター下手で、なんか即興のなんか歌歌うんだけど、クソダサかったんだけど、3年ぐらいやってたらなんかめちゃめちゃかっこよくなってて、うん。チョコレートありがとうございます。彼女のこと全然分からずに絡んでしまいすいません。彼女さんにも友チョコどうぞ。ありがとうございます。彼女と僕はちょっと特殊なんで、普通の人とルールが違う生き方をしてるんで。コメント流れる。指定されてる銭湯、あ、ごめんね。例えば新宿区の銭湯無料券っていうのはシールがもらえます。で、障害者手帳を持っていて、市役所のとある課に行くとこういうシールが送られてきます、毎年。で、区によってサービスが違うんだけど、新宿区の場合こういう感じ。新宿区ふれあい入力、まあ入力券って呼ばれてんだけど、で、新宿区の中だと1ヶ月に4回だけこのシールでタダでお風呂入れるんですよ。2月は2回使ってるのね。だから新宿区内の銭湯はタダで入れます、これは。ただここ新宿区なんだけど、目の前の歩いて1分のところにある銭湯はなぜか渋谷区なんですよ。ちょっとここ中野区と渋谷区の境なのね。だから渋谷区のそこの銭湯だけは新宿区の人も利用できるようにっていうことで、そこだけ1000円、あ、100円かかります。本当はね、460円の銭湯なんだけど、100円で利用できるように新宿区が業務提携してくれてます。そういう制度ですね。だから多分ね、渋谷区の人はあそこタダで使えるはず。りょうさん、花火ありがとう。日本戻ったらぜひお邪魔します。おやすみなさい。おやすみなさい。頑張ってください。うん。そうそう。だから弾き語りをできるようにギターを始めたんですよ。下手でもいいから。30年前の銭湯200だったのに高いね。いや、だって30年前物価が違うでしょ。30年前の200円で物価が違うから、
30年前って結構物価高かったはずだから、給料もそんなもらってないでしょ。初任給が10万とかいかなかった時代でしょ。そんな貨幣価値変わってないと思うよ。弾き語りできるようになりたいですね。青じい聞いてくれる？青じい聞いてくれる？じゃあ。ギターどうなったか。青じいプロの、あ、言っていいのかな？言っていいか？配信でやってるからな。青じいはね、実はね、プロのギタリストなんですよ。青じいにちょっと見てもらおうかな。買って1週間ぐらいだけど。じゃあ、青じい聞いてください。音でかいかな？ちょっと音うるさいかも。ごめんね。よいしょ、これくらい？これくらいかな。よいしょ。いきます。待って。これは昨日覚えた、Smells Like a Teen Spirit っていう曲で、90年代のグランジミュージックっていうジャンルを作った人たちで、で、最高のロックアーティストって言われてる。ニルバーナっていうバンドのスメルズ・ライク・ア・ティーン・スピリットのギターリフですね。まあ、これをちょっと練習しました。ありがとうございます。まあ、ひどいもんですよ。多分まあ30点もいかないぐらいですね。こんな感じです。スタンドバイミー弾けないかな。バッキングの幅をもう少し小さくしたら、バッキングか、どうだろう。ああ、確かに安定する。さすがプロ。 一発で安定する。なるほど、この振り幅がでかかったんだ。いや、安定する安定する。さすが、さすがだわ、さすがだわ。安定するわ。さすがプロ。超的確なアドバイスなんだけど。すげえな。あとね、レスポールのポジションがわかんないんだよね。そう、ギター素人だから、ギタリストってさ、エレキの下の方で弾くけど、俺あの弾き方嫌いで、どこを中心に持ってくのかとかがわかんないんだよね。後で請求書やめてよ。勘弁してよ、本当に。プロだからね。教えます。クーさんいらっしゃい。スタンドバイミーってどんな感じだっけ。
タンドバイミー。風船プレゼントありがとう。チップありがとう。スタンドバイミー。When the night has come、 そうやな。 When the night has come and the rain is dark and the moon with the only light we'll seeNo, I won't be afraid. No, no, I'll be afraid. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long, just as long that you stand by me.So darling, darling, stand by me, oh stand by me. わかんねえな。Oh stand. Stand by me, stand by me.いい曲だよね。If the sky that we keep on should tumble and fall on the mountain, on the mountain, 何だっけ on the mountain, should cradle in the sea. ライブしたいね。I won't cry, I won't cry, no I won't shed that tear. Just as long, 風船ありがとう。 As you stand, stand by me, me. And darling, darling, stand by me, oh stand by me, oh standStand by me, by me. Stand by me. 知らない? Stand by me. Darling, darling, stand. 演奏しようか。 Darling, 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 stand.Me, oh, oh, stand. Whenever you wake up, I want to stand by me, oh, stand.プライベートでようやく毒から感謝に変わったの。毒から感謝に変わった?なんかいいことあった?よかった。よかったよかった、感謝するっていうのはね、謝りたいと感じる心。そう。そうそうそう。大事よ、感謝は、ありがとうは当たり前の反対の言葉だからね。
感謝できる人間は強い人間だと思うよ。早くオリジナルの曲歌えるようになりたいね。躁鬱が激しくてモヤモヤしたりするけど、和道さんの配信見るとほっこりする。ありがとう。こちらこそありがとう。ひろみさんいらっしゃい。ニルバーナいいでしょ練習してんの。シンプルだけどいいよね。ひどいことをされたんだが、親父のトラウマを思い出して癒すきっかけになった。されたことは嫌だったが、少しでもきっかけくれたことに感謝できたってこと。できたって出来事。ああ、うん、人間生きてれば嫌なこともいいこともいっぱいあるからな。風船ありがとう。確定性原理。
この後知らない。マジで。おかえり。We see the bubble time, but it's nothing. This is only a test. Emergency evacuation protest. Man in pain, you're a blue little wobbly machine. Me can't quite tell just why in the pits of me keep out of reach of them.With them all as me, all my bumpersticker. ベンチャーズ練習にはいい。ベンチャーズかっこいいよね、普通に。とつまちやってるね。うん、なんかみんなとダベる機会が欲しいなとか思って、なんかせっかくだから、まあリスナーさんとも他の配信者さんとも絡もうかなと思って、うん、なんかそれまで待ちですね、今とつまちで、まあなんかその間にギターでも練習しようかな。LINE でやる。音質悪いから、6人までできるんだけどタイムラグと音質が悪いから LINE でやる。俺は
俺のプロフィール欄に入ってるあるよ。プロフィール欄。一緒に歌う？いいね。いいよ、釈迦。いいね、釈迦。音楽好き。が泣いてますよ、うん、ギターの音聞こえてる？ギターの音聞こえてる？君を忘れ、どうやってやるんだろう。それゆいらっしゃい。こんばんは。なんでハイコード？いや、まあハイコード全然やってたけどさっき。特にローコードの方がまったりできるかなと思って。え？格闘技企画に興味ある？興味ある。格闘技全然興味ある。
全然あるよ、興味。アルペジオならローコードの方がいい。そういうもんでしょ。なんで、マチルダなんか企画あんの？太郎さんの企画？出場していいの？いや、正義の味方なんか優勝できちゃうでしょ。指短いんだ。あ、指長いんだよね。多分ね、1フレットから6フレットまでいけるかな。7フレットもいけるか。6フレかな？ 7 フレも出ないことはないけど。今太郎さんと公募している配信者さんに伝えてみるね。今太郎さんが公募していて見てる配信者さんに伝えてみる。見てねと。あ、本当に？今配信やってんの？便所さん。今配信やってる？便所さん。トツかけていいのかな？今配信やってんの？便所さん。便所太郎、便所太郎。トツかけてみようか。あ、お疲れ様です。はい、どうしたの？あ、なんか、リスナーさんが、あの、便所さんが格闘技の、あの、配信、募集してて、窓、興味あるって言って、あ、興味あるっていう感じで。で、トツかけたら大丈夫かな。あ、出たいっす、出たいっす。誰かやりたい人いる？対戦相手、え、誰がいるんですか、今。いやいや、あの、自分でこいつ、ちょっと言わしたいな、みたいな。あ、パルパルぶっ飛ばしたいっすね。パルパル？パルパルっすね。あ、面白そうじゃん。じゃあ、パルパルと、はい。パルパルと俺ね、はい、パルパル連絡先わかんねえのよ。ヒカルくんがわかりますね、パルパル。あ、そう。はい。ヒカルくんとテルチャンピンと、あと誰つながってるかな。多分あの辺仲いいはずなんで。了解了解。はい。もしじゃあ向こうがやるって言ったらそれカード組んじゃって大丈夫そう。いや、逃げないっすよ。逃げたらもう一生のはずになるんで。何の部分がいいとかあんの？あー、どうすかね。バーリトゥードで全然いいっすよ。そう。はい。そう。はい。うん。あ、ちょっとルールはちょっと後で、あの考えるわ。リングありでやるんですか、それ。リングス。フィンガーグローブですか。いや、だからそのルールによってね、ボクシングルールだったらボクシンググローブだし、あー、そのバーリーだったらオープンフィンガーだし。はいはい。まあ、立ち技でも全然、K1 ルールでもいいですね。多分、でも、K1 ルールだと僕有利で、投げ技ありだとパルパル有利だと思うんですよ。わがは何やったの？僕ですか？一応、パルパルは確か柔道2段かなんかあるんだよね。ああ、じゃあ、立ち技で。え？立ち技で。僕です。僕は格闘技経験やばいっすよ。嘘？喧嘩6級ですよ、僕。成田で。まあまあ、わかりました。まあ、わかりました。じゃあ、受けたまりました、ね。あとはパルパルの連絡待ちってことで。了解です。ぜひぜひお願いします。あれ？切るの早くね。よいしょ。パルパルでいいでしょ、全然。はい。ありがとう、教えてくれた、マチルダ。それが実現したら、ああ、ぜひぜひ、やりましょう。正々堂々やりましょう。
俺のぶっ飛ばされるところ見たいでしょ、みんな。俺がパルパルにボコボコにされるところ見たいでしょ。うん、俺弱いけれども、気持ちでは負けないから。川崎洋平って言っときゃよかったな。川崎洋平って言っときゃよかったな。失敗したな。川崎洋平だったら絶対勝てるぞ。ねえ、失敗したね。パルパル体重あっかんな。手帳オール3級だよ。いやいや、米拾ってるでしょ、俺いつも。逆に米拾ってくれないのないでしょ。3桁の怪物、まあでかいよね、パルパルはね。うん、体重、身長、年齢全部負けてるからね。うん、まあ普通に考えたらパルパルが負けるはずないんだよ、体重的に。絶対負けないでしょ。他に誰出るって言ってんの。他には誰が出るって言ってんのかな。体格差も面白いし見たいカード。まあ相当俺不利だよな、相当不利だと思うよ、うん、ガチでやったら。かなり不利だよね。絶対不利だけど、まあ興行としては相当面白いよね。見せ物としては面白いでしょ。セブン VS 金梅は金梅さん勝つだろうな、多分。金梅さん意外ととっぽいからね。あの人結構筋力あるし、喧嘩慣れしてるよ。それ決まったの？セブン VS。ランハゲとユイがパイセン、すげえな。すげえカードだな。サトミバーサスズキティ。はい、コバミンいらっしゃい。ランハゲとユイが先輩か。それめちゃめちゃ面白いな。てかいい企画考えるじゃん。めちゃめちゃ熱いじゃん。パイセンは便所太郎。あ、それも、いやー、ていうか、便所太郎格闘技経験あるから、多分一番強いと思うの。俺、本当に決まったら走り込むよ。悪いけど、本気でボコしに行くよ。本気でやるよ。本気で、笑えないぐらいボッコボコにするよ。ガチガチに鍛えに行くから。悪いけど。俺、ちなみに170だからね、今、パンチ。パンチ力。200キロまで押し上げるよ。まあ、絶対勝つだろうね。うん。いい企画じゃん。
タカードは決定。俺だけ決まってないの。俺だけ決まってないの。マジでやりに行くかんね。ヒカルくん出ないのかな。パルパルからの返事待ち。いや、パルパルじゃなくても別に出たいんだけど、俺。ただ、便所太郎さんとはもう体格差が違いすぎるから絶対勝てないから、怪我したくないから便所さんだったら断るけど。メガネ？なんで？中野ちゃんいらっしゃい。あ、なに？キャプチャー用？キャプチャー用？キャプチャー用だったら撮るよ。こんな感じでいい？中野ちゃん。こんな感じでいい？小島もやってたんだ。もしもし。お疲れ様でーす。ワドちゃん。ワドです。もしパルがやらないって言ったら、はい。テルチャンピンでもいい？テルチャンピン仲友達ですよ。全然。いや。仲いいっすよ。で仲良くてもね。あ、いや全然テルがいいって言うんだったらいいっすよ僕。朝。はい。うん。よ。はい。それだけ確認したかったんでね。あ、じゃあパルパルかテルチャンピンどっちかになる可能性があるってことですか。やるとしたらね。あ、了解です。あ、セコン、はい、セコンド指名してもいいんですか、自分の。セコンドは自分で用意してください。わかりました。じゃあロハコさん用意しておきます。はい、了解です。いいっす。セコンドは強すぎるな。セコンド、優秀なセコンドを用意しよう。マリアさんいらっしゃい。バッ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 バーガープレゼントありがとう。民材聞いてる感じの私です。民材聞いてる？わかんない、いつやんのか。ロハコさんセコンドは最強でしょ。ちょっと待ってろワドさん、今力を出すからっつって。っていうかロハコバーサスタメ島っていうカードも熱いよ。うん、テルチャンピン、あいつフットワーク軽いかんな。うなちゃんマンどうしてんだろうね。格闘技って何でもありの喧嘩みたい。いや、ルールは決めるって言ってたから、立ち技にするかバーリトゥードか選ぶ感じじゃないかな。あ、じゃあ4月5月あたりだったら体作り込むわ。うなちゃんマン連絡取れないもん、俺。繋がってないもん。優勝者が俺とやるの強すぎるからダメ。シャレになんない。シャレになんない、本当に。ていうか、セコンドに来ない？正義の味方。セコンドで正義の味方ガッチガチじゃん。で、タオル持って来ない？ロハコさんと正義の味方もセコンドついてよ。そしたら面白いじゃん。どう？やだ。骨は大丈夫かい？拳の骨が折れてんのと、今筋トレでここの筋痛めてるのあるけど、4月ぐらいだったら体バッチバチに作り込むよ、俺。本気でやるよ、その代わり。本気でやるよ。悪いけど。うん。シャドーボクシングやる？シャドーやる？
そうだね、体は万全の状態作らないとね、相手に失礼だからね。マジで走り込むよ俺。トレーナーもやる。あ、やってよやってよ、練習付き合ってよ、あの怪我しないように。またピンボケか、まいったね。治った。筋の痛みは取っとこう、うん、日にちは決めて3ヶ月ぐらい前に準備したいかな。体作り込みたいから。やるんだったらガチでやるから、シャレにならないぐらいやるよ俺。本気で走り込みから始める。10分間フルで戦える体力作る、うん、10分間もうフル走り込みやるね。ガチでやりますよ僕は。あれ今便所さんから連絡あった、便所さんから連絡あった今俺。3ヶ月ぐらい前か、じゃあちょうどいいかな、うん、本気でやるよ。テルチャンピンオッケー。テルとやんの俺。テルチャンピンとやんの、マジか。テルチャンピン体格的にどうなんだろう。俺の方が体重では有利だけど、あいつフットワーク軽いかんな。オッケー。テルだったらテル対策やる。パルパル用だったら俺結構攻略法持ってたんだけど、テルチャンピンか。あいつ強えぞ。うん、でも本気でやっていいのか聞きたいな。そのネタじゃなくて本気で行くよ俺。ネタじゃなくて本気でやるよ。悪いけど、マジで。マジガッチガチのやつで行くよ、うん、マジで。あと誰だろうな、テルか。テルチャンピン電話すっか。じゃあテルチャンピン電話するわ。テルチャンピン、テルチャンピンどこだ。テルチャンピンだ。はい、おやすみ、またね。ウィス、お疲れっす。はいはい。ごめんね、この前。あの、パンチ当たってないと思ってたらさ、テル止めてくれたのさ、後から気がついてさ、それで謝ろうと思って電話したんだよ。お前、反射神経すごいな。よくあれで飛び込んでこれたな。いや、なんとなく、なんか、野生の、あれで。すごいな、喧嘩慣れしすぎでしょ。あ、便所さんから聞いた、それで。あ、聞きました。え、何？俺とテルチャンピンでやんの？いや、まあ別に誰でもいいかなと思って。あ、マジで？体重どれくらいなの？テルチャンピンって、身長と。170の60。俺77だから、調整した方がいいのかなとか思って。あ、全然なんでも。77でも全然いいの？いい。マジか。え、ルールは聞いた？あの、バーリトゥードなんか、K1 ルールなんか。あ、とりあえず、キックありやったら何でもいいよって言ったで。ああ。そんな感じですね。じゃあ、身長は同じぐらいだけど、体重にちょっと差があるのか。ちょっと差がありますね。まあまあ、その辺は、なんだ。全然。OK、わかった。じゃあ、よろしくお願いします。当日、楽しみしてるんで、はい。はい、よろしくお願いします。体作り込むよ、俺。
悪いけど本気でやるよ。あ、もう、あ、はい、ネタ出して全然大丈夫です。オッケー、楽しみにしてるわ、はい、当日。はい、了解です。ういっす、お疲れっす。はい、はい、はい。テルチャンピンか、俺あいつ好きなんだけどなあいつ殴りたくねえな。また鼻の骨、鼻の骨折れるのはしょうがないんだよね。俺がメインタイプじゃないし、鼻高いから折られちゃうんだよ。それはもうしょうがない。やるんだったら。マジか。テルチャンピンがやりづれえな。K1 ルール、蹴り技あり。ジム通おうかな。ジム通おう。キックができるジムってどっかあるかな、新宿に。体重差は問題ないって言ってたから、多分喧嘩慣れしてるんだろうな。すげえな。それか、前のパルパルの見て舐められてるかだよね。マジか。楽しみだな、でも。え、テルチャンピンとさ、和道サイドだったらみんなどっちの味方につくの？どっちが勝つと思うじゃん。テルチャンピンと和道だったらどっちが勝つ？それ決めて、ガチで。どっちが勝つか予想書いて、テルか和道か。テルか和道か。タバコやめようかな。リーチ長いから和道。テルチャンピン強えぞ、多分。喧嘩慣れしてるよ、めちゃめちゃ。ガチな話すると、テルチャンピンかなり優勢だと思う。互角な感じか。俺多分ね、今だと圧倒的に不利だと思う。圧倒的に。キックありでいいって言ってきたのは、ルール、向こうがさ、蹴り技得意だって言ってるようなもんじゃん。オープンフィンガー、どうしようかな。オープンフィンガー。多分、キックルールだと、オープンフィンガーグローブじゃないと思うんだよな。マジでガッチガチに鍛えよう。難しいか。いや、お手柔らかに。いや、本気で体作り込むよ。俺、テルチャンピンの動画見たときに、あ、こいつ喧嘩慣れしてるって分かったから。うん。で、筋力は多分体重的には俺有利だろうけど、スタミナがないんだよ。で、お前さ、シャープじゃん、テル。だからね、結構スピーディーだから、パンチもらいに行かないといけないと思ってるから。で、蹴りがありって言ってることは、あれでしょ？蹴り技できるんでしょ？なんか空手かなんかやってた？俺はね、空手と、空手か。うん。なんかやってたら教えて、情報ちょうだい。対策打ちたい。俺、パルパルとやるつもり満々だったから。で、なんか、パルパル連絡取れないから。サッカーか。サッカーか。なるほど。それで蹴りか。あ、わかったわかった。オッケー。そうだ。あれだ。ツイッターにすげえリフティング見たわ。そうだ。運動神経はいいし、体力もあるんだろうな。タバコやめようかな、マジで。喧嘩慣れしてそうで考え良さそうな気がする。いや、瞬発力と、目の良さとかが良すぎると思って、だ喧嘩慣れしてんのかと思ったんだよね。K1 ルールか。サッカーか。足の筋力が強くてスピードが速い。どうしよっかな。どうしよっかな。テルチャンピンだったら俺組み技ありの方が嬉しいんだけど、どうしようかな。でも K ルールの方が面白いか。K1 の方が面白いか。
立ち技か、スタミナもあるだろうね、体つき見ると。組み技ありでもいいんだ。どっちの方が盛り上がるかね。多分素人の組み技とか見れないと思うし、あのマウントとか取ったら多分俺の方が体重有利だから、泥試合になったら俺の方が有利だと思うんだよ。だから立ち技の方が多分見応えはあると思うよ。うん、いや俺ボクシングジム通う、本当に本当にこれやるんだったら本気でやる。親父キックボクサーだしさ、プロの。本気で走り込むよ。組み技あった方がいいのかな。まあ、K ルールが多分一番いいと思うんだよな。セコン、あの、あれだよ。レフェリー誰やんの？決めてる？レフェリーいないと多分危ないよ。ベンゾさん、レフェリー決めてなくね？いや、親父に相談したら、こってこてに多分絞られると思うよ。レフェリー入れてって言っといて。レフェリーいないと怪我するからって。泥試合になりたくないし、ちゃんと スポーツで蹴りつけたいから、俺は。レフェリーいないとシャレになんないよ。親父プロのキックボクサーだよ。うん。日本ランク2位、フィリピンチャンピオン。フィリピンとどこだっけな？台湾もチャンピオンだっけな？うん。ドクターもつくんだ。あ、じゃあしっかりやるんだね。うん。しっかりやるんだ。オッケー。はじめまして、ウェブ担当、身内のみフォローさんいらっしゃい。ベンドさんとか、あー、どうもどうも。レフェリー入れる形で、あ、ありがとうございます。そうだよね。もともとプロ格闘家だもんね。大丈夫か？この辺は。OK。よかったよかった。じゃあ、あとは鍛えるのみか。いや、生で工業でやるでしょ、これ。うん。体鍛えないとな。Facebook にでも、あ、了解です。あ、できれば Twitter の方が普段やってるんで、Twitter 別にフォローしなくても DM できるんで、Twitter、僕のアカウント下の方に書いてあるはずなんで、Twitter、DM 送ってもらえるとありがたいです。Twitter、Facebook あんまり使ってないです。あと、もしよかったら LINE も書いてあるので、LINE も申請していただければ。マウスピースつけないとダメだよね。マウスピースも買わないと。リングサイド取れたら結構するんじゃないの、ちなみに俺が前回パンチングマシーン見た人手挙げて、パンチングマシーンこの前やったんだけど、パンチングマシーン枠見た人手挙げて、見てなかったら今キャプチャーするよ。パンチングマシーン見たことある人は手挙げ、見たことない人手下げ多かったらパンチングマシーンキャプるよ。あ、やろうか。ちょっと待って。パンチングマシーン。見たい？お、これひどい。40キロ？ひでえな。本気でやる、本気で。しちゃっていいよ。この前やって、今のスコア125です。俺のやつ出るかな。これが前回やった俺のパンチングマシンの記録です。
しろ。バックダラージュ。悪党の脅しに屈することはない。171キロですね。ちょっとキャプチャーが難しいんであれだけど、171キロです。はい、記録はこれ200キロまで上げたいね。こんな感じです。この前測った記録171キロ。あれ、またピンボケか。このカメラほんとダメだな。いや楽しみだな。まあ今体鍛えてるから、腕かなり太くなってきたからパンチで攻めるか。今腕こんな感じ。ジム行くか。じゃあなんラウンド制なんだろう。詳細知りたいな。何ラウンド制で何ルールなのか知りたい。相変わらず変な音楽。お、チンポーさんいらっしゃい。楽しんでってください。この曲はね、あのフリー BGM で何でしょうっていう曲だね。テーマソングです。2分3ラウンドか。ほー、2分3ラウンド判定ありか。2分3ラウンドか。シャドーボクシングの練習枠やる？シャドーボクシング枠やる？練習する？早速。早速体鍛える？早速体鍛える？早速やる？いい企画だな。新しいフォロワーさん、チンポーさんフォローありがとう。ありがとうございます。DM、 あ、了解です。よろしくお願いします。 DM 来たか。来た。何なんだろうこれ。何だろうこれ。あ、結構本格的にやるんだ。間違えた、ありがとう。結構本格的な感じだ。リングも用意するっぽいな。なるほどね。こんなに本格的にやるんだ。すげえな。気合入ってんな。新しいフォロワーさん、ウェブ担当、アット身内のみフォローさん、フォローありがとう。これはそうっすね。配信で食っててますね。爪にこっそり強くなる自宅ボクシング動画レッスン講座っていうのがあった。いや、そういうのはいいわ。結局、運動したもん勝ちでしょ。体鍛えたもん勝ちだから。
いや、いい企画考えるな。さすが便所さん。ほら、ワクワクすっぞ。トライアスロンやってんのすごいね。うん、これは人集まるでしょう。超いい企画でしょう。神企画でしょう。6分間か。楽しみだな。強そうね。耳ガードするし。耳じゃないよ。空手スタイルでやろうかな。どうしよう。テルチャンピンがどう出るかだよな。雨降ってんのかな。雨降ってなかったら早速トレーニングしたいな。体硬いよ俺。体超硬い。だから上段蹴りはできないんだ。あんまり相手に情報を渡したくないから言いたくないんだけど、蹴りは下段のみだね。うん、多分テルチャンピン上段蹴りとか飛んでくると思うから、サンドバッグ叩けるところ用意しないとな。あ、よろしくお願いします。お疲れ様です。どうしようかな。まあいい企画だよね。どこの人ですか？千葉県民ですね、もともとは。新宿に住んでから4年ぐらいかな。肘あり、肘ありだったら俺すごいやりやすいんだけど。肘ありなのかな。雨止んでる。肘はダメだろうね多分。肘ありだってやりやすいんだけどな俺は。雨止んでるんなら早速鍛える。トレーニング枠やる。3ヶ月後っていう話だけど、まあ詳細が来てないね。
カードが決まっただけなのよ。カードが決まっただけ。うん。トレーニングする？じゃあ。うん。トレーニング枠やる？どこでやろうかな。中央公園でやるか。じゃあ用意するわ。遠いね、中央公園とか。外配信行く準備 OK？ 外配信 OK？総合じゃない、 K1 ルールだって。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。